老若にゃんにゃんの皆様、にゃんにゃん、ミーナです。今日は皆さんご存知ペヤング激辛マックスエンドを食べてみたいと思います。正直ミーナは家庭の事情でインスタントラーメン、カップラーメンを食べたことがありません。人生初のカップラーメンがこの激辛マックスになります。ただ私は辛いものに対してすごく耐性があります。ドイツ時代に韓国の友達になんか辛いものを食べさせられ続けて耐性ができました。なのでね、この日本の焼きそば風情で私が辛いということはまずないと思います。 YouTuber の人はね、みんな辛い辛いって言ってるんですけど、私は鼻で笑って見てます。焼きそばじゃん、辛いわけないじゃん。これ焼きそばなのにお湯いるんですか？カップラーメンの中身を見るのが初めてなので開けてみたいと思います。はい、まずこの袋はハサミないとどうやって開けるんだろう。開かない、意味わからない、開かない、開かない、調理方法が破れちゃいました。はい、意外とキツ破れたら調理方法わかんないんですけど、でも蓋に書いてた。おお、めっちゃ親切。開けて、 OK、 開けちゃいます。え、買った。この線まで開ける。早くソースを取り出します。火薬を麺の上にあけ、美味しそうな匂いします。あ、麺戻さないといけないからお湯いるんですね。アホや、めっちゃアホや。このカチカチの緑のやつは本当に食べれるんですか？これほうれん草？キャベツ？なんだろうね。これも入れていいんですか？これも入れていいんですか？これ先に入れたらソーススープになるところでした。オッケー、なるほどなるほど、めっちゃ天才。このお湯切れる装置考えた人天才ですね。お湯捨ててきたんで食べてみたいと思います。オープン。わあ、味ない。これ忘れてた、これかけないといけないんですね。塩味ぐらいつけろってんだよ。いい、よし、混ぜます。ミーナは実はお箸使えません。おじいちゃんが箸の時代終わって、これからフォークとナイフの時代だとか言って箸を使わず育ったんですけど、逆に今は箸文化が勝ってます。おじいちゃんです。くそ、今からでも習えって言ってる人は誰ですか？よし、 OK。 うん、いい匂いする。全然辛そうじゃないです。じゃあ食べます。いただきます。っていうか白菜だった、さっきの緑色白菜かな、キャベツかな。いただきます。香辛料が口に残るって感じ。なんかこの前あの大阪のなんかどこだっけな、なんかめっちゃあのガスマスクして作ってくれるチャーハン屋さんに行って、そのチャーハン食べたんですけど、そっちの方が辛かった。え、おいしい。この緑の野菜も意外と食べれる。
く思えてきた。だんだん辛くなってきました。人生初のカップラーメン、意外といけました。でも固まって食べづらい。こんな感じで普通に食べれました。なんかちょっと辛いかも。だんだんちょっとずつ辛いかも。なんかウサギのうんこみたいなの入ってますけど、食べれるんですかこれ。まずい、まずい、めっちゃまずい。え、めっちゃ気持ち悪い。なんかグニグニのウサギのうんち入ってました。これはまずいですね。ではまた、ごきげんよう。辛いものがあったら紹介してください。